テイルズ・オブ・ジャビス、前回の続きのプレイしていきましょう。まずい。姿勢を低くして、鼻と口を塞ぎなさい。何これ、正気？なんだ？これは符号の催眠煙幕だわ。なんとか中和できないのか。不術で吹き飛ばします。便利だね、不術。なんとか息ができるな。でも、眠いですの。はぁ、私も。なんで身長低い2人がちょっと効果あるんだよ。体小さいから入ってからってことか。あんたたちまで寝ちまわなくて。やっぱり小さい子の方が聞きが早いわね。まあ、ではこれは皆さんの仕業ですの？オラクルの連中がタルタロスを盗もうとしやがったんでな。やつら町にも行ったみたいだけど、タマラたちは。まさか。のんきに立ち話をしていていいのか。うわ、強っ。先生。スピノザ、俺たち仲間よりオラクルの味方をするのか。わしは失策だな、リグレット。すみません、すぐに奴らを始末します。ルーク、いけません。ジェイド、用じゃないな。どうして。今優先するのは地殻を静止することです。タルタロスへ行きますよ。くそ。危ないわ、逃げて。そうはいかない。こんな風になったのはスピノザが俺たちイグミを裏切ったからだ。こんな年寄りでも障害物にはなるわ。あなたたちはタルタロスへ行きなさい。めちゃくちゃきついな。どけ。バカも、どくんじゃ。仲間の失態は仲間である俺たちが償う。行きなさい。ルーク、時間がありません。兄さんに追いつかれると作戦が失敗するわ。イエモンさんたちの死を無駄にしたいの。分かってる。ごめん、フケンさん、シャシーさん、アストンさん。老人とはいえ、その覚悟やよし。容赦がなさすぎるだろ。スピノザ、よく見ておけ。私の敵となる者の末路をな。カッカ、シンクが間に合ったようです。作戦自体は失敗だが、おとりにはなったということか。いいだろう、撤収しろ。了解。ごめんじゃない、ありがとうだろうが。そうね、あの子たちが帰ってきたら言葉の選び方を教えてあげましょうね。なんで？イエモンさんたち関係ないのに。やっぱさ、見ず知らずのたくさんの命が失われるよりさ、知ってる数人の命がなくなる方がこっちには辛いよな。私は自分の国民も守ることができなかった。俺が非力だったからだ。そう、落ち込んでいる暇はないわ。私たちには資格を静止させるという仕事が残っているのよ。お前、そんな言い方しなくても。ここで泣いて悲しんでいても何も始まらないのよ。大佐は一人で作戦準備をしているわ。それを忘れないで。彼女、瞳が潤んでたな。
そういうとこにちゃんと気づくのがガイだよな。じいさんたちを殺したのはティアの兄貴だ。この中で一番泣きたい気持ちなのは誰なんだろうな。近くへの降下場所はアクゼリスだったな。俺ブリッジに行ってジェイドを手伝ってくる。予定より1時間到着が遅れました。これ以上の失敗は許されません。そんな遅れたのか。なんだ侵入者よ。まさか万葉賞か。よほど知覚を静止させられては困るんですね。どうしてなのでしょう。それもそうだけど今は侵入者だよ。どうすんの。仕方ありません。近く突入後撃退するしかないでしょう。それでなくても時間が限られていますのに。始まりますよ。席についてください。こう見るだけでも結構無理してんのわかるな。本当にこれ最後なのか。ついたのか。そのようです。さっき一瞬見えたあれは。どうかしましたの。確かに近くに飛び込む直前何かが光ったみたいでしたけれど。ほどでガキの頃に見た覚えがあるんだ。確かあれは。詮索は後です。こちらは準備が終わりました。急いで脱出しましょう。ちゃんと気にしなきゃいけないものだった場合めちゃくちゃ困りそうなもんだけど。あれ、イエモンさんたちが言ってた夫人がないよ。侵入者か。ここにあった夫人は僕が消してやったよ。侵入者はお前だったのか。逃がさないよ。ここでお前たちは泥と一緒に沈むんだからな。死ねえ。サクッと倒すか。倒せるかな。このタルタロスをお前たちの墓にしてやるよ。危なっ。焦るかよ。ちょ吹き止め。よしよし。うい。僕はお前たちには負けない。あれなのにここで死ぬかもしれないのよ。聞きなさい。邪魔だ。よし。冗談じゃないぞ。俺たちは死なない。いった。おい、一人で行くんだな。よしおい。いや、お前たちはここで死ぬのか。よし。いった。おい、よしおい。防御したけど、でもだいぶ防御の余裕あったな。よし。オッケー。行った。防御されると鬱陶しいな。防御。危な。防御。行った。やばい、危な。ふい、危な。防御結構有効だな。避けやすいっていうか、結構当たりが遅いからさ。
あ、ダメか。二人、回復回復回復。よいしょ。あ、やば。装備じゃない、アイテム。ガイに、ガイじゃない方がいいか。ティアに、あれ、これか、ライフボトル。よし。オッケー。飛べ。いやー、よし、オッケー、いいね。まだダメなのか、どれぐらい残ってるのかがわからんのが一番あれだな。入れて出て。お、終わった？認めない。認めて。よし。イオン様なんだろうな、顔。お前。嘘。イオン様が。二人？やっぱりあなたも同志のレプリカなのですね。おい、あなたもってどういうことだ。はい、僕は同志イオンの7番目最後のレプリカですから。レプリカ？お前が？嘘だって。イオン様、すみません、アニス。僕は誕生してまだ2年ほどしか経っていません。2年って私がイオン様好きのフォンマスターガーディアンになった頃。まさかアリエッタを解任したのはあなたに過去の記憶がないから。ええ、あの時オリジナルイオンは病で死に直面していた。でも後継ぎがいなかったのでモースとバンがフォミクリを使用したんです。お前は一番オリジナルに近い能力を持っていた。僕たちクズと違ってね。そんなクズだなんて。クズさ、能力が劣化していたから生きながらザレフォ火山の火口へ投げ捨てられたんだ。ゴミなんだよ。代用品にすらならないレプリカなんて。そんな、レプリカだろうと俺たちは確かに生きてるのに。必要とされてるレプリカのごたく聞きたくないね。そんな風に言わないで。一緒にここを脱出しましょう。僕らは同じじゃないですか。違うね。僕が生きているのはバンが僕を利用するためだ。結局使い道のあるやつだけがお情けで息をしてるってことさ。イオン様、泣かないでください。僕は泣いていませんよ。でも涙が。本当だ。兄弟を亡くしたようなものですもの。そうか、僕は悲しかったんですね。泣いたのは生まれて初めてです。そうか、そうだったのか。僕は大変な思い違いを。いけません、もう時間がない。だが夫人はシンクに消されてるぜ。私が書きます。ただこれほどの規模だと
かなりの集中力がいる。ルーク、ティア、協力してください。でも、どうすればいいんだ？またあれじゃないの？私はここで、全身のフォンスロットを開いて、フォニムの塊を生成します。そういうのもできるもんなのこれ。ルークはミュウの炎を利用して、その塊を移動させてください。ティアは、甲板に残っている婦人の痕跡をもとに、指示を出してください。要するに、俺がティアの指示を受けながら、ミュウの炎でフォニムの塊を動かすんだな。要するにっていうか、そのままだよね。用してなくない？それで婦人を書き直すのよ。では、お願いします。甲板に描かれた婦人の後に沿って光の玉にミューファイを当てて移動させてください。あー、時間もあんのか。ちょっと待って、ミューファイを印刷して。まずこれか。これちょうど当てづらいんだけど。上、そのまま上、上、あ、失敗ね。な、ずれるんだもんこれ。やり直すよ。ティアに任せる。そういうのもあんのか。そのまま上、そのまま上、そのまま上、もう少し上、右下、この辺か。よしよし、あと少し右下で、下でしょ？これ、そのまま下？よし。急いでってな。難しいんだよ、これ。ちゃんとやんの。わかってるか？あ。急いでるつもりなんですけど。ティアちゃん、ちょっとやってくんない？綺麗。早い。そうだよね。別に、あれだもんな。闇雲にやって何度か形にできた。とにかく脱出はできると思う。これ、そうだよね。リュークが別に持ってなきゃいけないわけじゃないもんな。では、アルビオールへ。我が声に耳を傾けよ。聞こえるか？私と同じ存在よ。アッシュか。違うよな。アッシュ。いや違う。この声は。ルーク、大丈夫？癒せないか試してみるわ。私を解放してくれ。この永遠回帰の牢獄から。永遠回帰。ユリアの血縁か。力を借りる。痛みが引いた。ルーク、我が同位体の人、ようやくお前と話をすることができる。ティア、いや、違う。私はお前たちによってローレランと呼ばれている。セブンスフォニムの意識集合体。理論的には存在が証明されていましたが。そう、私はセブンスフォニムそのもの。そしてルーク、お前はフォニム振動機のセブンスフォニムと同じ、もう一人のお前と共に私の完全同位体だ。私はお前だから、お前に頼みたい。今私の力を何かとてつもないのに吸い上げている。それが近くを揺らし、セフィロトを暴走させている。お前たちによって近くは静止し、セフィロトの暴走も止まったから、私が閉じ込められている限り。え、最後まで話して。あ、ティア！ティア、大丈夫か？大丈夫。ただ、めまいが。私どうしちゃったの？ここは危険です。とにかく今はアルビオールへ移動しましょう。
一難去ってまた一難で感じた。ディア、体は大丈夫か？ええ、今は落ち着いているわ。でも心配ですわね。突然ローレライに体を奪われたんですもの。念のためお医者様に見てもらった方がいいですわ。ベルケンドなら精密検査をしてくれるんじゃないかな。オラクル騎士団がいなければいいけど。さすがにファブレ公爵も今はバン要所と関係を絶ってるんじゃないか。その辺は知事さんに聞いたらきっとわかりますよ。行ってみるですの。ディアさん心配ですの。わかったよ。まあでも発端はルークだからな。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回、ベルケンドの方に向かいましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。